1999年1月 R34 型 GTR がデビューした。大柄な R33 から一変して筋肉質のボディを与えられ、全長で 75mm、 ホイールベースで 55mm コンパクトになった。剛性は極限まで高められ、先進的なエアロダイナミクスでは冷却やダウンフォースまでもが考慮されていた。搭載エンジンは R32 型以来の RB26DETT だが、トルク向上とレスポンスアップ、軽量化を狙ってさらにリファインの手が加えられた。中でも大幅なフリクション低減に成功したセラミックターボの効果は大きく、ついに最大トルクは40キロの大台に達している。シャシー性能も格段に向上し、もはや意のままといえるコントロール性を得た。アテーサ ETS プロによる駆動力配分で姿勢変化は自由自在。ステアフィールも 4WD とは思えぬレベルで、名車 R32 と比べてもその走りは覚醒の感を覚えるほどである。より高性能な V スペックは、強力なダウンフォースを生み出すフルカーボン製リアディフューザーを量産車として初採用したほか、アクティブ LSD も標準装備。この V スペックは2000年10月に V スペック2へと進化し、中ダクトを備えたカーボンボンネットまで与えられている。さらに2001年5月、ルマンカーのサスセッティングにヒントを得たコンフォート性の高い M スペックも投入された。2002年1月、ドイツのニュルブルクリンクにちなんだ限定車ニュルがデビューした。 N1 仕様の RB26DETT を搭載したスペシャルモデルだった。スポーツカーの世界を変革した第二世代 GTR だったが、排ガス規制という世の流れに抗うことができず、2002年8月、この R34 を最後にその幕は閉じられる。カルロス・ゴーン社長の英断によって GTR が復活するのはそれから5年後のことである。